まあ、自分は高校の時に、厚生学園っていう、まあ、強豪校にいて、すごい上手い人がいっぱいいて、まあ、日本一になることができたんですけど、まあ、これは今から話す話は自分にも全然足りてないし、まあ、足りてない心当たりがある人もいると思うんですけど、自分がその厚生学園でアメフトをしてて、この人めちゃめちゃ上手いなとか、この人活躍してて当たり前だなみたいな人っていうのは、人間性がすごい高いレベルだなっていうのを自分はすごい感じていて、で、その人間性っていうのも、まあ本当になんかそのグラウンド、まあよく結構、まあコーチとかキャプテンとかからもたまにハドルで話があるように、そのグラウンド外の生活とか、あとはまあ本当細かいところ、挨拶だったりとか、なんかそういうところがなんか普段からなんかすごい高いレベルでできてる人って、なんかこんだけ強いチームで強い人がいっぱいいる中でも本当にひときわまあ輝いてるというか、ひときわこう頭抜けて、プレーでも活躍してるし、そういうところ、人間性っていうところでも、チームを引っ張って、本当に日本一に貢献してるなっていうのを、すごい感じることが、高校の頃すごい多くて。で、やっぱそれってその、まあその人の、まあキャラであったりとか、性格であったりとかっていうところで、結構、向き不向きは、まあ、多少あるのは、しょうがないことではあると思うんですけど、その中でも、やっぱり、その、大きな目標に向かって、チームで決めた目標に向かって、みんなで同じ方向を向いてやっていこうっていう時に、どんだけ本気、そういう、まあ、ことが、不向きな人でも、本気になって取り組んで、同じ方向をみんなで向けるかっていうところが、まあ、強いチームと、そうじゃないチームの違いかなっていうのを自分は、まあ、高校の時にすごい感じました。なんでそれを、まあ、最初に言った通り自分にも全然足りてないし、まあ、心当たりある人もいると思うけど、やっぱそういうところから変えてってこそ、まあ、今チームが目指している日本一っていう目標につながるかなっていうふうに思うんで、まあ、どうでもいいとか当たり前とかっていうのはいろいろあると思うけど、まあ、そういう細かいところをもう一回見つめ直して、21日後の中央に絶対勝てるようにチームでやっていきましょう。はい、お疲れ様でした。